はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。ちょっとポーっとしてるのはですね、直前まで昼寝をしてたからですねまあどうでもいいんですけど、おすすめです。僕は1日に1回から2回ぐらいは必ずお昼寝はしますね。そんなに随分のんびりとした生活してるな、すいません、まあある意味してると思いますマイペースで仕事をしてるので。でもですね、やっぱりその僕の場合、やっぱりご飯を本当に文字通りのお昼寝、ご飯を食べてその後寝る15分ぐらいで、あと、まあ、夕方ぐらいにも1回寝るかな。で今、まあ、6時ぐらいなんですけど、ちょっと寝てたんですけど、やっぱ頭がね、その短時間ですごくスッキリとするので、もう明らかに疲れが取れるので、僕はすごくおすすめですよ。まあ、時間をね、効率的に使うっていうと同時に、やっぱり集中力をね、高めるってすごい大事なことですから。で、今日お話ししようと思ってるのは、TJO っていうね、アカウント名で割と知られているツイッター上では、東大のね、博士課程いた時で、ポスドクやってた時は、年収200万しかないっていう、ある意味、虐げられた生活を延々としていたけれども、Google に入った途端、まあ、桁が一つ変わったみたいなね、そういう話をずっとしてらっしゃる方ですよね。いわゆる、アドテクかな、広告関連のデータサイエンスの仕事をしてらし長くしてらっしゃる方で、今は Google にいるわけなんですけどね。まあかなりたくさんのそのフォロワーの方はいらっしゃいますけど、で尾崎さんがおっしゃってる、まあツイートでちょっと面白いものを見かけたので、その話をしようかなというふうに思ったんですよね。で、自己紹介に関してはですね、送りました。概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご覧ください。で、まあ、こういうこと書いてあるわけですよ。大学生、キャリア戦、見えますかね？見えるよね。大丈夫だよね。で、こっちはちょっとちっちゃめかもしれないけど、まあでも見えなくはないでしょう。まあ僕は読み上げればいいですね。で、大学キャリアセンターが学生に就職を勤めたい、進めたい、大手企業ランキング上位50位にものの見事に伝統的日系大企業がずらりと並んでる上に、コロナ禍の長期化で明確に業績が悪化し続けている企業も多数入っている一方、コロナ禍をものともせず伸びるテック系各社がほとんど入ってなくて実に興味深いボロクソに言ってんですけどね。まあ尾崎さんってこういう人なんですよで、じゃあ見てみましょうかという感じでね、まあ50社分出てるんですけど、まあ皆さんね、想像に難くないわけですけど、まあボロクソに僕も言ってきますけどねここは大丈夫っていうのを先に挙げときましょうか。ですね、まあ1位から12位、まああるんですけど、そうですね、まあ21位のGoogleはまあ問題ないか、 Google で21位ってバカなんじゃないかって思うんですけどまあそれは置いといて、まあ21位の Google と、マウスポイントどこだ、はい、そうですね、30位の任天堂で、その次がそうだな、以上かなないなっていう感じで見てますけどね。まあじゃあ順に追って見ていきましょうと。1位 JR 東日本と、昨年順位2位とかポイントとかいろいろ振ってますけど、いやだってこのコロナ禍の状況でもう旅客なんてもうボコボコですよ。で JR 東日本なんて、これ皆さん知らないと思いますけどね、僕が生まれてそのすぐ後の頃ですから、昔ですね、国鉄って言ったんですよ。JR ってジャパンレールだ、それを略して JR って言うんですよ。ジャパンレールウェイか。で国鉄って言ったんです。要するに国営の鉄道会社そのままですよ。でそれが一社、日本全体を張り巡らせるその国営企業一社だけあったんですよ。ちなみに日本航空もそうです。あれも国営企業でした。鶴のマークでね、は周りにね、ハトじゃないよ鶴が羽ばたいていくね、マークですよ。で
JR は当時その国の財政状況は良くなかったのかな、景気も良くなくて、で国の財政状況は良くなかったのか、それで民営化することで利益をそのマーケットに出して、でその利益でそのまあ財務状態の悪さを補填したとか、そんな感じだったかな。まあいずれにせよ民営化した時に分割して、今の東日本西日本とか九州とか北海道とか、ああいう感じでね、分割したわけですよ。でその JR を、まあ、改めてもう合併しようかっていう話で出てきてるんですよ。皆さん知らないでしょそれ、学生の皆さんじゃないよ寝起きだからちょっと言葉出てこないですけど、知らないでしょ。いや存在なくなるかもしれないですよこれ、もしかしたら JR 東日本って。だそんぐらい状況が悪化してるわけですよ、収益の状態がね。いやそんなとこ行きたいですか。でもこれ大学キャリアセンターどこか分かりませんけど、全国の大学に張り巡らされてあんのかな、なんか支店の類が大学内に。いやこんなもの進めていくんですよ、もうろくでもないですね日本大学のキャリアセンターって。で2位がトヨタ自動車、いやー行きたくないですね確かにトヨタはその財務状態はいいですよ、いいですし、まあ昔からその日本なんだっけな、現代会計入門とか有比較のね、よく会計学を取った時にそれを使って勉強しましょうみたいなテキストあるじゃないですか、なんかトヨタ銀行とかね書いてあったり してるわけですけどね。今時価総額19兆ぐらいかな、まあ、だいぶ減りましたけどね、去年は25兆から30兆ぐらいついてましたけど、それに対してテスラいくらか分かります？もう確か50兆円超えてますよ。まあ夏のを超えたあたりでもう倍額になっていて、で今はもう3倍になりかけてるっていう状況ですよね。もうなったのかな。まあ要するにトヨタってそのくらい期待されてないんですよ世界中に。今は台数売ってますよ、でも未来を作れる会社ではねえよなってもう見なされちゃってるんですよ。で僕は直前の映像で言いましたよね、トヨタってEV で遅れを取ってるって、電気自動車で相手にされてないんですよ。で割安だよねとか収益出てるから、まあバリュー株で、まあこれ投資の話じゃないので学生向けなんで、まあ言っておきますけど、要するに投資対象として割安って言われてるんですけども、そもそも出遅れちゃってるので、まあ、その長い目で見た時、未来を見た時に、まあテスラにはどうせ勝てないよねみたいな、そういう立ち位置にもうなっちゃってるんですよトヨタって。はあって感じですよね。でそれが2位です。で3位がまたこれがね、全日空っていうね、アナっていうね、もう冗談じゃないかっていう並びですけどね、もうツッコミどころ満載ですけどね、もうこれなんだ、丁寧にやっていったらもう5時間ぐらいかかるので適当に端折っておきますけどもで全日空に関してはこっちの学生向けチャンネルでは申し上げてないですけど、今年の言ったかな、ちょろっと触れたかな、今年の通期でのつまり1年通しての収益予想っていうのが、経常収支が確かマイナス 940% ぐらい、つまり前年度と比べてですよ、だから前年度の利益丸々10年弱分の借金を、大赤字を垂れ流しちゃったのは今年なんですよ。そんなとこ行きたいですか。まあその一部その専門職、技術専門職なんかも含めて採用をかなり絞るとか言ってますけど、そんなレベルじゃないですよ。採用絞ればどうにかなるというレベルじゃないですよ。もう全部首すげ替えてですね、旅客部門もゼロにして、で旅行代理なんだ、社会人向けのチャンネルにですね、全日空の、構造改革案になるものですね提案してるんですよ、株主総会で。それがいかにダメかっていうことを僕映像にしてますのでよろしければそれご覧になってみてください。もうダメなもんをいくらでも突っ込むのは簡単ですけど、でも僕そんなことやっても一円にもならないので、だから学生皆さんの防御策にはね使えると思うので、絶対やめた方がいいですよこんなところ、全日空で。でスチュアーデスに至ってなんか地方勤務 OK とか言ってますけど、要は田舎に帰れって言ってるもんと同じですから、まあ、金くれてやれないからと、もう仕事ないんですよ全日空内で。だってそれはそうですよ、だってフライト飛ばないんですもん。国際線なんか前年度比でゼロですよ、ほぼ 94% 減ですもん。もう飛んでないに等しいですよ国際便。
こんなとこ行きたいです借金まみれですよ。何やらされるか分かんないですよ。で JR 東海はまあ東日本と似たような状況ってことでいいでしょ。で JR もまあ全日空ほど一回その2000年代かな2010年前後で経営破綻してるんですよ。リーマンショックの前後の時に2010年より手前かな。まあでもリーマンショックの前後だと思うな多分。でその時に破綻していて倒産処理一回してるので全日空ほど浮気の甘さはないんですけども、まあそれでも状況がひどいっていうのが大して変わらなくて、でとうとうあの竹中平蔵がですね、まあ、あいつ僕大嫌いですけど、まあ思いつきかな、この2つを統合した方合併した方がいいんじゃないかみたいな、そんぐらい状況悪いわけですよ。要はあの JR も統合合併統合っていうことの話は出てるし、もともと根っこは全然違うんですよ。全日空はヘリコプターの会社です。そこからあのフライそのジェットを飛ばすようになったと。で主に国内線が主軸ですね。で今も国内線と国際線の収益が大体バランスしても同じぐらいです。で JAL はやっぱり国際線がベースにあって、でまあどっちかっていうと僕がその子供の頃の時代なんかは JAL の方が全然いいっていう時代でしたけど、国営ですしね。でも今や評価逆転しちゃってるわけですけど、それもびっくりなわけですけど、でもまあ状況は悪いってことは変わらず、でその根っこが違う2つが合併するかもしれないっていう状況まで追い込まれてるんですよ。そんなとこ行きたいですか本当に。まあ絶対やめた方がいいですよ、こんなとこにあの駆け込む。で明治グループ、これなんだ、保険の方かちょっと分かりませんけど。で7位が日本郵政グループ。まあ郵政グループって言ってもまずあの日本、まあ日本郵便、ジャパンポストってことかな。でまあ一番お金になりそうなゆうちょかな、金融機関。でももう融資ってもの自体お金にならんし、まあ公務員みたいにその給与がどうのっていうよりもとにかく低水準だろうが何だろうが安定して働きたい、地味だけれどもっていうんであれば、まあ郵政はいいかな。まあこれはその地味だけれども安定して働きたいっていうんであれば、地味っていうかまあでもな、 JR と話違うな。で郵政、日本郵政はまあいい面はあるかもしれないですけどね、まあ、分かりませんよ。僕は全然そもそもここに未来があると僕は思いませんけどね。で JR 日本、西日本が8位、まあこれも同じですよ、東海と東日本と同じですよ。で9位がパナソニック。まあ家電って意味ではまあその必要とされ続ける。で今撮ってるカメラがね GH5S っていうパナソニックが出した素晴らしい動画特化の一眼レフなんですけどね。で、ミラーレス一眼レフなんですけど、まあカメラ事業もやっていたり、するわけなんですよね。でまあこういうものに関しては僕はいいかなというふうに思います。やっぱり大きい会社なので部門とかあれどういうポジションにつくかで、まあ他のその旅客とかあの JR とかエアラインも似てる面もありますけど、でもそれ以上にメーカーなのでかなり細分化されてると思うんですよ、部門が。なので特に技術職側は僕はまあいいかな、パナソニックはものを選べば。例えばソニーも僕そんなに先があると思ってないですけど、ソニーの CMOS センサー、まあカメラなんかにも内蔵されるもので、一眼レフなんか例えば今パナソニック、つい最近前パナソニックのこの僕が使っている GH5S が動画では最強だったわけなんですけど、最近 α7S3 っていうのが出て、それがこれをさらに上回る素晴らしい性能で、でまあその中に多分ソニー製の CMOS センサーも使ってあると思うんですけど、当然ながらまあとかね、やっぱり部門とか昔からその定評がある技術でもまあ枯れ、もう枯れちゃっていて、でじゃあものすごい勢いがあるかってないわけですけど、でもその分野の専攻とかやっぱりその分野でその会社しか持ってない技術ってあったりするので、そういう面ではいいかなと思いますけど、で他の事務方でパナソニックって僕は勧めないですけどね。じゃあ僕の先輩でパナソニックトップ採用で内定もらった人いましたけどね、あの人行ったんかな、わかんないですけど、ソニーとパナソニック両方来てた気がするけどな。まあどっち行ったんだろう。まあ今外資にいる、まあ関係ないですけどね。で10位 JTB、 やめた方がいいってって
旅行代理店自体がもう必要とされてないです。でなんで必要とされてないか、まあこれそのエアラインともう被るんですけど、エアラインでも旅行代理店やったりしますから、あれホテルとかね、そもそも旅行って自分で組み立てた方が面白いじゃないですか。代理店なんかしてないですよ。なんか代理店って要はパッケージを売るっていうことですから、ツアーみたいにね、あんなもん使いたくないじゃないですか。僕だって嫌ですよ。学生だったらもっと嫌だと思うんですよ。でそういうもので利益を鞘を抜こうとしてるのが旅行代理店って連中で、で JTB なんかはもうなんだろうな、全然利益が出なくなって、もう久しいけどこんなところを推奨してるんだ大学キャリアセンターで、恐ろしいですね。で資生堂どうか、まあその化粧品の総合メーカーという意味では今後も生き残っていくと思います。ただ今年のそのこの前の決算、今年の決算の見通しが前回のその決算がだったかちょっと忘れましたけど、マイナス300億っていう数字赤字出したんですよ。でまあ通期でもでかすぎるし、でまあ四半期での3ヶ月で300億円だったらもうとんでもない額なわけですけど、そもそもね、一回映像に上げた気がするんですけど、今年売れなかった、売れたその物品、売れなくなった物品ベスト30みたいな、ワースト30みたいなのがあって、化粧品ってワースト30の筆頭なんですよ。で化粧品とアパレルと、まあこれはねセシル・マクビーとかが全店舗その実店舗廃止っていう風になったとかね、あるいはその大人向けのやつだと レナウンとか、あるいはどこだっけな、ちょっと忘れちゃいますけども、たくさんのでかい企業がバタバタ倒産してるアパレルで、化粧品もやっぱりダメなんですよ。で一部そのどっちかっていうと基礎化粧品に近くて、でかつそのヘルスケアに近いもの、まあ僕もそういうものを最近使うようになってるんですけど、実はね、まあ、肌のね手入れとかね、シミができないようにとか、美白とか、あれ そもそも荒れないようにするとか、そっちはまあ例えばプラセンタとかラクトフェリンとか、ね、そういうものが入っているものに関しては売れる傾向はあるんですけど、今年はね。でもそういう結構絞った意図が明確なもの以外はやっぱり軒並み全然収益が悪化していて、その中で資生堂がここに来るってどういう神経してるか分かりませんね。でもちろんもう僕これをたびたび言ってますけど、もうリモート勤務がその日頃の仕事のスタイルの中に組み込まれる時代に入ってるので、今までみたいな売れ方は多分化粧品しないと思いますよ。でそれはアパレルも同じです。でアパレルに関しては室内着、まあ僕はジェラピケなんかは好きですけど、そういうものはもっと売れるようになるかもしれんとは思いますけどね。あるいは室内サンダルとかねっていう状況です。でホンダ、まあ自動車、電気自動車で、EV でその一番日本の既存の自動車会社の中で目があるなと思うのは僕はホンダです。なぜかっていうと、テクノロジードリブンの企業だからです。トヨタはマーケティングです。事務方の方が強いです。なので僕はトヨタはもうないと思います。でもホンダはまあ面白い車を作るのもそうだし、アシモもそうだしっていうのがあるので、まあ、僕は特に技術職側はいいと思いますね。でマーケティング側もそれなりに面白みはあると思います。事務方とかね、まあホンダはいいかな。で村田製作所、まあこれは僕も詳しくないから分かんないんだけどな、まあ総合メーカーって感じかな。で旭化成はまあ化学系素材の開発とかしたい人なんかはまあいいかもしれないと。だこの辺、ただ村田製作所とか旭化成が今年どのくらい収益かって僕追ってないで分かんないですけど、そんなによくはないと思いますよ。で伊藤忠商事、まあこれ商社ですよね。まあ商社もバカでかすぎて、どっちかっていうとトヨタと似たような感じで、まあ割安だからっていうことで投資家には、今年ウォーレン・バフェットがね商社を買うっていうことをしましたけど、で 10% ぐらい利益を稼いだんかな投資で。でもそもそも商社自体がピンとこねえし、商社何したいのって話ですよね。商社行くんだったら、じゃあ投資がしたいんだったらベンチャーキャピタル行くし、でコモディティ扱いたいんだったらむしろ要は例えば石油とかね、オイルとか、あるいは鉄とか鉄鉱石とか、
そういうものを扱いたい、大きいその取引っていうものを、規模の大きい取引っていうものを扱うような仕事をしたいっていうんであれば、むしろ今 ETF とかあるので、やっぱり金融側でも全然そういう仕事があったりするんですよ。でちなみに商社っていうのはやっぱり外に出てくとかいう仕事が多いので、やっぱり体壊しやすいですよね。まあ僕は最初からないかなというふうに思いましたけど、まあ行きたい人は行けばって感じですね。デンソーはトヨタの子会社で、これはテクノロジーを主に扱っている仕事、その企業なんですよ。なのでエンジニアリングに関心がある子は自動車特にまあいいかなというふうに思いますよね。まあでもあくまで自動車ベースなので、でその自動車もそのガソリン自動車なので EV じゃないんで、まあどうかなっていう感じは僕は思いますけどね。で富士通はこれ社会人向けのチャンネル言ってますけど、この今日今年ですね、いや絶対にやってはいけないことなんですけど、東証が、東京証券取引所のシステムがダウンするっていう日があったんですよ。でそのシステムをその請け負ってるのが開発のね富士通なんですけど、まあ結論から言うと富士通側の責任というよりはマニュアルに不備があったって、要は使う側に問題があったわけなんですけども、それとその東証の社長が辞任したとか、まあそもそも止まっちゃいけないものなんですけどね。でまあね、例えば、まあ、あとは分かりやすいところだと、まあ、基幹業務システムは富士通は定評があるかもしれませんけど、まあ、東証に入ってるぐらいですから、まあ個人向けの PC とかあれサービスっていうところで富士通の名前聞くことはないですし、富士通のパソコンなんか僕買いたくないですし、例えばね、イメージとしてはそんなに良くないですよね。まあ昔の僕よりも15から30ぐらい上の世代の技術者の人は富士通にすごい人でたくさんいるなってイメージですね。わかります？一昔前はすごい人が集まったっていうイメージですね、富士通は。今は、そもそも持ってる技術とその世の中で必要とされている技術に大きな乖離があるので、どうかなっていう感じがしますよ。で富士フィルム、まあこれカメラを作ったりとかね、 あるいはまあ、チェキの類なんかもやってんのかな。まあ、あとは、富士フィルムカメラ作ってるからセンサーなんかも強いのかな、強いんかな、わからないですけど。でも名前、そもそも富士フィルムで面白い製品が出たとか、聞かないってのがあれば、やっぱり、すいません、僕、富士フィルムはカメラしか思いつかないので、富士フィルム独特の色味っていうのがすごく日本的で、美しいっていうので定評がある面はありますよね。またソニーとかキヤノンと違った。まあ、僕が知ってる富士フィルムはそんぐらいですね。でも業績がむちゃくちゃいいとかそういう話は、まあ僕も今42ですけど、今まで生きてきて、社会人になってから聞いたことはないですね。で積水ハウス、こんな住宅建築、ああでもどうだろうな、まあリモート勤務へ のが組み込まれて郊外の地価が上がりました。それは今年の顕著に変わった傾向です。で、まあ、半年ぐらいその特殊な状況が続いて、また都市部にその帰っていくっていう人も若干出ました。だから要はライフスタイルに応じて改めて洗練させた目で、より実感を伴って、選択がの違いが出てきた。でもやっぱり基本的にはまあ核家族中心に郊外に住んだ方が絶対いいっていう風にもうなっちゃってるので、そうすると建てる上物、やっぱり住宅建築の需要は伸びてきますよね。でこれが、まあ、後でそのちょっと話すような、いわゆるゼネコン清水建設とかそういうところ、まあこれ30なんだっけな、この辺38位とかに入ってますけど、この辺とは全然事情は違って、積水ハウスは住宅建築なので意外と伸びるかもしれないですね。でまあ、建設業界自体が そもそも叩かれすぎてたっていうのもあるんですけど、そのおかげで、まあ、僕はゼネコン絶対やめた方がいいと思いますけど、まあ正直頭回る人材が揃ってるとは到底思えないので僕は外すと思います。でこれもゼネコンに関してもどうかな、まあ60とかオーバーぐらいの世代だったらまともな人も多いのかなって印象ありますけど、それより下だともうそもそも産業自体衰退を
して久しいので、まあ悪い面もあるんですけど、人材が揃ってないので僕はいいと思わないですね、ゼネコン自体が。まあ積水ハウスはゼネコンではないですけど、で京セラはやっぱり稲森和夫の名前があるわけですけど、うん、どうでしょうね、業績はむちゃくちゃいいっていうのは聞かないって意味では富士フィルムとか京セラなんかと変わんないですけどね。ただあえてもうあまたの企業ある中であえて京セラを選ぶって、うん、やっぱり技術職側じゃないとないんじゃないかなと思いますけどね。大和ハウス工業、これも住宅建築なのかな。でサントリーホールディングス、これはビバレッジだけど、別にサントリーで何したいんだって話ですよね。サントリーホールとかで働きたいんかとかね紀尾井町のね、まあでかい組織だから、まあ、いろんなポジションとかその配属先があるかもしれませんけど、別にサントリーで何したいですか。ウイスキーでも売りたいですから作りたいとか、まあ僕はちょっとよくわからないですね。良さが全然わかんない。少なくとも僕が学んできたことを生かすっていう気に余地はほぼなさそうな企業ですね。で26位のニトリ、あニトリはいいかもしれないですね。ニトリはいいかもしれない。グーグル、ニンテンドー、ニトリ、今3つです。あとホンダ、この4つです現状よ、この50のトップ50と推奨している大学キャリアセンターの中で良いと思われる4つで、ニトリ、この前ですね、ニトリが郊外の大型スーパーを買収しました。でスーパーっていうふうに思うわけですよ。まあイオンみたいなやつの郊外型ですよ。まあ郊外に根を張っている、地元では知られてるけど全国じゃないっていうスーパーあるじゃないですか。で実は今年は全国のイオンとか あの類はですね、業績ボコボコなんですよ。でなぜかっていうと、中に入ってるテナントがまた大手のアパレルとか、スポーツ用品メーカーとかそういうとか書店とかそういうのが入ってるわけですけど、そもそもそこ営業してないので、その器を用意しているイオンなんかももう全然ダメなんですよね。それに対して郊外のスーパーって自前で基本的に全部用意しているので頑張ってるし、で軒並み逆にイオンみたいな全国区のアパレルテナントを入れて商売しているようなところは死んでるので、顧客がそこにわーって殺到してですね、全国的に郊外型のスーパーっていうのは業績は良かったんですね。ただし郊外型のスーパーに関しては特殊なんですけど、ただニトリでそれを島中っていうんですけど、島中をニトリが買収したんですよ。で、まあ僕の島中って名は聞いたことないんですけど、少なくとも僕が住んでるところにないんですけど、でニトリがなぜそれを意図したかっていうと、やっぱりそのライフスタイル全体を提案したいっていう意図があるみたいですね。で今後ニトリ と統合されることで、まあ、また変わったものを売ったりとか、違う売り方をしたりとか、違う店舗ができたりとか、総合施設ができたりとか、そういうことあるかもしれませんけど、ニトリのその目の付けどころは面白いし、でそもそも家具といったらニトリっていう時代、日本ではもう圧倒的なシェアを誇るので、まあ、皆さんもニトリの家具使ってらっしゃる方多いと思いますよ。これはそのまあその家具っていう産業自体がレガシーなので、じゃあすごい面白いかっていうと、まあ、僕はそうでもねえのかなというふうに思いますけど、だからそういうものが好きな子、インテリアとか特に女の子に多いかもしれないですね。インテリアとか、あるいはそれこそさっき積水ハウスとかありましたけども、住宅建築好きな子がはやっぱり女の子多いですよね。でそういう子たちにとってのニトリはいいかもしれないですね。で27位が NTT 東日本、これは NTT と同じか、まあいいでしょう。でダイキンはめちゃくちゃでかい企業です。でダイキンといえばやっぱりトイレダリとかね、あるいはクーラーなんかも作ってるのかな、ウルルとかね、まあ基本的にメーカーでやっぱり日本の家電メーカーの中ではかなり時価総額も高い方だし、今後もむちゃくちゃ伸びないけども堅調に伸びていくだろうっていうことは言えるので、まあ、ダイキンはまあいいんかなっていう感じですね。三菱 UFJ、 これはその何の仕事をするかによりますよね。信託銀行とか資産運用だったらまあ大事かもしれない。ただ普通の融資業務をする支店とか行くとかそういうことになってくると、まあやめた方がいいよねってことになる。で、システムを作る金融システムで、それに関しても別になんでその日本の都議みたいな、またこのシステムはひどい話がたくさんあるわけですよ
その人はみずほなんですけど、みずほのシステムって言ったらもうひどい話ばっかり出てくるので、まあそれと比べたら三菱 UFJ はまだマシかもしれませんけど、まあ大概でだと思いますよ。というわけで、まあどうでしょうね、新しいことをやれるような組織ではないですよ、三菱 UFJ で。銀行って やっぱりそのまあなんだ、半沢直樹じゃないですけど、基本的に貸す相手の足元を見るような仕事なので、まあ基本的に性格は悪い人間多いですし、まあ、なんか立場でマウントを取って仕事をするようなところがあるので、まあ、生産的ではないですよ、根本的にというところはあると思いますね。で、任天堂は もう間違いないと思います。非常にクリエイティブですね。で、僕はすごくいいと思いますよ。で、また京都に本社があるっていうのも面白いなというふうに思いますよね。もう世界中からリスペクトを集める企業です。岩谷産業、これなんだっけな、コンロとかああいうやつ作ってるんだかね、だっけな。で、僕でもそれちょっと単価が低すぎるのと、それでものすごい収益が上がるとかっていうこともなければ、イノベーションを起こしていますよなんてことも聞いたことがないので、まあ、どうかなと思いますね。竹中工務店、これも建設会社ですよね。まあわかん、まあ似たようなもんじゃないですか、積水ハウスとか大和工業と。で、東京海上保険会社、うん、まあこれも三菱 UFJ と似たようなもんで、方向は違うけども、まあ生存法ででかいところといったら東京海上と日清なんですよ、日本生命なんですよ。なのでここに入ってるってだけだと思いますね。ファーストキャリアとしてまあ行くのはまあいいかもしれないですけど、じゃあここにずっといる価値があるかって言われると僕はないと思うな。あるいはその頭が腐ると思う。それなりにその手元のお金は残るかもしれない。で、僕となんか真逆な働き方ですよね。もうとにかく僕は自分の自由な働き方をしたい。で、自分にしかできないスタイルを仕事で売っていきたいって思ってたわけですけど、こんなとこ行ったら3日で首切られると思います。よく言われるのが、その生命保険の会社と、まあ、営業職用の女性が老害の類にですね、手揉みをしながら契約を取ってくるとか、まあ、根っこのところはそういうふうになってるの で、やっぱり保険の場合は頭数以上は売れないので、まあその辺も含めるとシェアの奪い合いだし、なんか不毛なことを延々とやってる。で、これもマウント取りがちですよね、業界の中で。まあ僕はあまりいいと思いませんけどね。で、顔は資生堂と似たようなところがありません。で、顔に関してはライオンとかと同じで、そのトイレタリーなんかも売ってるじゃないですか。で、まあなので要するに水回りの製品ですね、まあ、P&G なんかと競合にはなるわけですけど、 P&G と顔だったら P&G の方が絶対いいので文句なしで。仕事の仕方も神戸に本社ありますけどね、どうかなと思いますよね。カゴメ、ちょっとこの辺がよくわからなくなってきました。で、総合警備保障、警備会社行きたいですか、僕はわかりません。で、まあ、楽天は、まあ、三木谷が独裁者ですからね。社長には絶対逆らえない会社っていうイメージですけど、まあ、独裁者っていうか、その社長のイエスマンしかいないんですみたいなこと、中の人が、まあ、揃って言うみたいな、そういう会社なので。で、エンジニアの給料なんかも、まあ、正直安いですし、僕は全然魅力ないですね。何より楽天市場を使っていて、まあ、もう最近ほとんど使ってないんですけど、何この汚いインターフェースっていうね。で、やたらでかいし、まあそれなりにそのビジネスとしては回してるかもしれないですけど、全体的に品がないし、なんかダサいっていうのがもう思いっきり出ちゃってますよね。まあ社員が報われない会社ってイメージが僕はありますけど、楽天はね。まあまあ、そのカルチャー的なところは皆さん調べてみてください。で、あれを作って、楽天市場を作ってる会社に働きたいですかって言われて、働きたいですっていう人はまあ楽天いいんじゃないですか。で、清水建設はゼネコンです。で、もうオリンピックがなくなって、もう死にかけてるような企業のヒットだと思いますよ。オリンピック独自に合わせてむちゃくちゃ物立てまくって、まあ、請け負って鞘を抜く、手数料で鞘を抜くっていうのがゼネコンのやり方ですけど、で、そもそもその立てるもの、上物の数、必要があるものの絶対数が減っているし、回転数を強引に上げて、で、1件あたりの利幅が小さくなっている中で、
そういう仕事をしているので、まあ、基本的に先がないので、まあ、関わらない方がいいかなというふうに思います。で、ニセはさっき言った通りです。東京会場と似てるものです。で、NTT 鈴木自動車ですね。住友電気工業、これ僕分かんないんだよな。法人向けなのかな、この電気機器の類は。で、ヤマハはバイクですよね。バイクどうなんだろうな。面白い可能性があるとしたならば、今でその EV 電気自動車が世界中でね、一斉に、開発進められていて、2030年から30年頃までにはガソリン車全廃禁止、販売禁止っていう流れがもうできてますけど、それに合わせて 電動自転車、要するに漕ぐ時に電気でアシストしてくれる、昔からあるじゃないですか、そういう自転車で、あれのすごい洗練されたやつが海外 そのスタートアップなんかでももうポコポコ出てきてはいるんですよ。で、ヤマハって猫がすごく面白い会社で、これってで、もともとピアノの修理とかをしてたのが最終的に電子機器なんかを扱っていてバイクを作るようになってっていうね、そういう生い立ちがあって、まあ柔軟性はあると思いますよ。で、まあそういう会社ですから、まあホンダみたいに、まあホンダアシモみたいなことやりましたけど、まあ電動自転車みたいなものを本気で作り始めたら多分すごいいいもの作ると思うので、まあこの辺はちょっと確認してサービーかけてもいいかもしれないですね。で、武田薬品も僕知らないんだな。まあ薬剤師、薬学部の子なんかはまあ狭い世界だからよく知ってるだろうけどな。で、ミツカングループ、これだ、研究職がいいと思う、この辺は。だ、まあけど事務方でって言われると僕全然ピンとこないけどな。で、三菱電機、まあこれ昔からあるで、その家電屋さんですよね。まあパナソニックのは全然いいですよ、こんなように。で、ソニーがここに来て、ソニーは一番今売れてるのは PS5 ですけど、僕 PS5 自体がいいと全然思わないので、 PS5 買うぐらいだったら PC で買って PC でゲームやった方が全然いいと思います。で、余計な出費かからないじゃないですか、そもそも PC 買っちゃえば。 PS5 高すぎですよ、あんなもん5万円も買っするゲーム機なんて出したくないですよ、あんなもんで、しかもその PS5 で面白いってされているゲームって大概 PC ゲームですから。で、それを PS5 に強引に乗っけてるとかね。で、たびたび言ってますけど、最近で PS5 向けのゲームで、あれ PC 版出るかは知らん、まあ興味、まあ買おうとは思わないんで興味ないですけど、あ、これよくできてるなというふうに思ったのはゴースト・オブ・ツシマぐらいで、あれはソニーの子会社が作ってるらしいですけど、でもその子会社って別にソニー本体が作ってるわけじゃないし、そもそもアメリカ西海岸にある会社だから、いや別に名前だけソニーの子会社なだけであって実態を伴ってないよねっていうところもあれば。で、ソニーに関してはさっき言ったそのカメラ側、α7S3 とか、CMOS センサーのところに関しては僕はいいと思います。やっぱりでかい会社なのでその辺は選ぶ必要があると思います。で、日銀、まあ潰れはしないでしょうけど、で、ファーストキャリアとしてはいいでしょうけど、と、まあ万人が万人受けするようなところではないですよね。まあ僕は金融成功だからこんなところ行く人も、まあ死亡する人はたくさんいましたけど、行く人もね。で、野村証券も、まあ、野村証券も赤字体質とか全然収益出てないっていうのは全然いいと思わないですね、まあ、むしろ潰れるんじゃないかぐらいの勢いですよ。で、アイリス大山、まあこれはさっき岩谷は、これとちょっと近いですよね。アイリスでパッと思い浮かぶのは電熱マットとかね、そういう方向ですよ。で、凸版印刷、これはなんだ、出版印刷の会、出版の会社ですよね。出版で、その紙媒体の印刷、そのメディアを扱う企業とか今後どうなるかなと思うんですけどね。日本電産も昔からそのモーターがね強いわけですけど、まあ京都にあるね長森会長ですよ、会社ですけど、うん、まあ給料は安いんですよね、正直見てると。まあ僕はここで働きたいと思わなかったですね、この年になってですね。まあいろいろ話が来るわけですよ、転職エージェントとか、まああんまりピンとこねえかなっていう、でかいけどっていう。で、マツダは車好きな人はいいかもしれない、ロータリーエンジンとかね、まああるいはロードスターとか。ただこれも電気自動車は今後主流になってくるので、トヨタやホンダや あるいはまあスバル、スズキなんかも状況同様ですけど、 EV にシフトしていった時にそこで
ちゃんと食いついていけるか、あるいはそのまあ先行できるかっていうとできない、できてないですけど、多分今後もできないと思うんですけど、うん、そこにかかってるかなというふうに思います。というわけで僕にとってはピンとくる会社4つしかありませんでした。もう一回確認するとここかな、21位の Google で、あ、12位のホンダ、21位の Google で、26位のニトリで、30位のニンテンド、まあ、そんなもんですかね。であとはそのソニーとか、うーん、パナソニックか、あれメーカーとか技術職専門職に関してはそれは自分がやってる研究とその内容がマッチして、でたまたますごい人がそこにいてとか素晴らしい研究をそこでやっていて、あるいは資金が潤沢に集まっていてそこに行くと今の時点ではいいとかね、そういうマッチの仕方をするので、企業名では一概には言えないと思うんですけど、その事業ありきの、そのあれはその事業の成長が見込めるかっていうことをありきで考えてみると、まあ他ねえよなっていう感じの並びですね。じゃあ日銀はこれほとんど政府機関みたいなもんですか、一応その民間の会社企業ってことですけど、政策当局ですから、あ、まあそれはそれで魅力はありますけどね、まあちょっと別物って感じですよね。これどっちかというと JBIC とか JETRO とか JICA とかああいう方向ですよ、あの国連とかね。あ、なのでまあそんな感じですかね。と、返す返すもこの大学キャリアセンターならもうこんな企業を押すなよって感じですよね。本当に何考えてるかって、多分ですよ、結局コネクションできないんですよ多分。日本の企業しか、でかいところしか、外資の勢いがあるところ、例えばもういくらでもあるじゃないですか、まあ、GAFA 筆頭に、だから Google、Amazon、Apple、うん、あとなんだ Facebook なんか接触しようがないと思いますよ、あのリテラシーになりすぎ なさすぎて、で小さいというか日本で知られてないだけで、外資の素晴らしい企業 Shopify とか、セールスフォース、まあ、トレイルブレイザーのね、マーク・ビニオフの企業ですよ。であとは、まあ、今年ものすごい成長しているズーム、まあ、皆さんも使っていると思いますけど、あるいはスラックとか、まあ、スラックはズームほど収益は出てないですけど、まあ、あとは、まあ、それこそもううなぎ登りの話題が話題を呼んでっていうテスラ EV の筆頭ですよ。もうテスラにもうことごとく、ま、任される未来が確定していますから、自動車会社は。で、まあ、他にもそうだな、まあレガシーなところだとさっきのその花王とかライオンなんかの競合にあたるというか、全然こっちの方がでかいですけど P&G とか、あるいは、まあ、マイクロソフトもありますよね昔からね。うん、で金融機関で、欧州系で質が高いなサービスやってるなっていうのはやっぱり UBS ですよね。 UBS、 少し前まで UBS ウォーバーグとか言った会社ですけど、 UBS、 あれクレディスイスとかね、まあ、UBS かなやっぱりとか、まあやっぱり日本じゃなくて外資で、その小さいところでも外資の方がもう圧倒的に魅力があるところがたくさんあるので、まあ下手に首突っ込んで、就職最初のキャリア、まあ最初の 2,3 年ねで、まあ割り切っていくとかそういうことであれば僕はまあありかなと思いますけど、そこに安易にずっと骨を詰めてると本当にキャリア死ぬと思いますよ、というように思えるところが山のように並んでるので、まあ注意してくださいねっていう感じで眺めてましたね。返す返すも こんなものを進めてる大学キャリアセンターってもう神経が理解できないなというのが僕の率直な感想ですね、というところでした。外資に関してはその情報がまとまった情報をつかみづらいっていうのはあると思うんですよ。なんかリクルートリクナビみたいなところでまとまってその一括ボタンでエントリーとかできないとか、あだから敷居ちょっと高いな、英語必要だなとかっていうふうに思うと思いますし、まあそれはあると思うんですけど、そもそもね、日本が異常なんですよ。新卒一括採用っていうリクルートスーツ着てみたいな、こんなむちゃくちゃな国ないですよ。本当の本来の就職活動っていうのはまず学生の頃からインターンして、自分がある興味を持つ企業にですね、まあ、別に GAFA だろうが何だろうがいいですよ。でそういうところで馴染みそうな、やっていけそうだなって互いに合意形成しながら、
その過程の中でエントリーシートあ違うレジュメを見せたりとか、自分で交渉するんですよ。このぐらいの給料もらえませんかとか、このぐらいこういう待遇にしてもらえませんかとか、その中でんじゃあいいよとか、そこは妥協してほしいなとか、そういう話があって、そこで話が決まって、じゃあ一緒に働きましょうってなるのが普通なんですよ。だからその仕事を選ぶっていうところで受け身になっちゃダメです。まあ、もちろんこの日銀とか JBIC とか政府系の機関とかね、そういうのはなんか公務員みたいなもんですから、あのカチッとしたプロセスはあるし、まあそれを変えてもそこへ行きたいですっていう話もありますけど、あるので、また全然違う勝手ですけど。であとはね、あのもういないかなというふうに思いますけど、その電通博報堂とかの広告代理店とかマスコミとかキー局とか、まあ、行きたいやついねえだろうなというふうに思いましたけど、まあいるかもしれませんけど、まああの辺もやめといた方がいいと思いますね。もう衰退一直線の産業ですからね。見た目はきらびやかですよ。でももう全然力ないのでやめた方がいいと思います。であるいはここにない、まあ、会社だと、それこそこまさにこの YouTube とかね、採用のポジションを取っポジションの募集してるんだったら、新卒でも全然いいと思いますよ。東京ブランチでも自分で調べていくんですよ。そのリンクトインとかね、全然ありますから。というわけで、まああまりに頭を抱えてしまうようなリストだったので、ちょっとツッコミどころ満載なのでお伝えしてみましたと。では最後になりますが、チャンネル登録および高評価の方お願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。